お話に始まる前にみんなにお知らせだよ。ココナちゃんも加わるポッピンズというゲームチャンネルができたから、概要欄からチャンネル登録してね。それではお話の始まり始まり。今日も寒いね、ソラ。こんなに大きなトラック引っ越しでしょうか。イエーイ、おばあちゃん家に引っ越しだぜ。おばあちゃんは私たちに超甘いからね。ここじゃ好きなものも食べ放題、ゲームもやり放題。イエーイ。あれ、お前ココンチの子？はい。あなたたちは田中のおばあちゃんのお孫さんですか？そうよ、うちのおばあちゃんは金持ち。そんな俺たちも金持ち。だけどあんたんちはすんごい貧乏みたいだね。かわいそう。おいおい花子、見たことないもんがあるぞ。なあなあお前、これ何？これですか？洗濯板と石鹸で今お洗濯していたんです。洗濯板？何それ？そんな化石みたいな石鹸も初めて見た。一体いつの時代のものだよ。うちはね、ドラム式洗濯機で乾燥までしてくれて、洗濯物はいつもふわふわよ。うちの洗濯物は洗い終わったら外に干すから、お日様のいい匂いがします。お日様の匂い？まあいいんじゃない、それってただだもんね。うちはいつも高級柔軟剤ジュリエッタの香りっていうのを使ってるのよ。ほら、私の洋服を匂ってみて。いい匂いがするでしょ。あー、本当ですね。今まで匂ったことのないいい匂いです。あー、こんないい匂いも知らずに生きてきたなんて貧乏ってかわいそうだね。まあでも、あんたのその服にはこの香りは似合わないね。まあまあ花子、そんなこと俺たちには関係ないし、早くばあちゃん家に入ってゲームしようぜ。いつまでも貧乏人と話してたら貧乏が映っちゃうぜ。そんなのやだやだ、私貧乏なんて耐えられないもん。それじゃあね、ボンビーちゃん。はい、さようなら。え、ボンビーちゃんっていうことが昨日あったんです。何それ、なんて嫌な兄弟なのよ。そんなのが隣に引っ越してきたなんて最悪じゃない。ボンビーちゃんなんてほんと失礼しちゃうね。そんなこと言われてなんでミオも怒らなかったの？でもうちが貧乏なのは本当のことですから。なになに、何の話してるの？ああ、聞いてよケイちゃん、ミオんちの隣にね。あのとっても優しくていいおばあちゃんの田中さんにそんな意地悪な孫がいたの？どれだけお金持ちか知らないけど、それを自慢してくるなんて嫌な感じね。家がこの地域ならこの学校に転校してくるっちゃ。そんな意地悪な人たち来てほしくないっちゃ。でもそんなに金持ちならココナッツ小学校じゃなくてもっと金持ちが通う学校に行くはずなのだ。それならよかったわ。ここに来たって私絶対仲良くなれないもん。そうですか？私はお隣だし仲良くなりたいんですけどね。わあ、ミオったらどこまでお人よしなの？さあ花子ちゃん、あなたのクラスはこっちよ。なに、この学校校舎は狭いし、校庭もうちの庭くらいしかないし、私この学校に馴染めそうにないよ。お兄ちゃん、だなだな、おばあちゃん家に引っ越してきたのはいいけど、こんなボロくせえ庶民の学校は嫌だぜ。元のマリアーヌ小学校に戻りてー。おいおい、そんなこと言うなよ二人とも。このココナッツ小学校はいいところだぞ。お兄ちゃんの太郎は俺のクラス、妹の花子は桃子先生のクラス、どっちも楽しい仲間がいっぱいだぞ。っていうかココナッツ小学校っていう名前もダサいのよね。うんうん、貧乏くせー。もしかして今のあの二人がさっきミオンの言ってた兄弟じゃ。あ、そうです、あの二人です。うーわ、本当に転校してきたの？
この学校のこともバカにしまくってたし、ちょっと私が話してくる。やめろしよう。あんな奴らのことはほっとけばいいさ。そうだぜ、確かにちょっと変わってるみたいだけど、いつかこの学校の良さを分かってくれるはずだぜ。いや、知れば知るほどどんどん悪口言いそうだよ、あの兄弟。やったやった、今日の給食は大好きなミートスパゲッティ。この熱々のミートソースをスパゲッティにかけてすぐ食べるのがたまらなく美味しいんだよね。一人だけ準備が早いわね。それにしてもさっきから隣のクラスがうるさくないかしら。うん、確かにガヤガヤしてるけど、なんだろうね。ちょっとシオン、隣の様子見に行ってみようよ。うん、そうだね。あのね、花子ちゃん、食べたくないって言われても、これは給食だからこれを食べなきゃいけないのよ。そうだよ、みんな揃わないと食べられないから早くして。いやよ、ミートソースなんてウニとかホタテとかトリュフが入ってるパスタじゃなきゃ嫌なの。そんな高級食材のパスタが給食で出てくるわけないじゃん。私にはミートスパゲッティは大ごちそうです。花子ちゃん、みんなも待ってるし、とっても美味しいから食べてみます。そりゃ貧乏のあんたにとっては大ごちそうよね。だけどこの私にはミートスパゲッティなんて口に合わないから食べたくないの。ああ、これなら前の学校みたいにお弁当が良かったよ。そしたらこんな給食じゃなくて豪華なお弁当が食べられたのに。ちょっと花子ちゃん、言い過ぎだよ。これを作ってくれた給食のおばちゃんに失礼だし、ここの給食が大好きな私たちにも失礼だよ。仕方ないじゃない、貧乏なご飯は合わないんだから。はあ、とにかく私は食べたくないわ。明日からおばあちゃんにお弁当作ってもらおうっと。花子ちゃん、一人だけそんなことはできないわよ。やっぱりまたあの子だったのね。わがままにも程があるよね。あの子がうちのクラスに入ってきた太郎の妹かい？そうですそうです。さっきからここの給食の超美味しいミートソーススパゲッティに文句言ってるんですよ。うちのクラスに来た太郎も給食なんて食べたくないってごねて健太先生を困らせてるよ。兄が兄なら妹も妹だね。なに、みんな集まってきて。別に私は悪いことなんてしてないわ。そうだそうだ花子、食べたくないものは食べたくないって言ってるだけだよな。うん、お兄ちゃん。あなたたち、ちょっと静かにしなさい。なんでなんでこの先生。私たちに文句言ったらママとパパに言いつけるんだからね。その前に、なんでそんなにお弁当がいいのか言ってみなさい。はーい、ママが作ってくれたお弁当が一番最高だからです。それに好きなキャラクターの弁当箱で昼ご飯が盛り上がる、給食よりいいに決まってる。ウェー、だよねだよね。ちょっと聞くけど、あんたの好きなキャラクターって何なのよ。もちろんそれはアンパンマンだ。5年生にもなってアンパンマンって意外と子供っぽい。なんでよなんでよ、俺をバカにするな。確かにお母さんが作ってくれたものが一番美味しいのは分かります。だけど給食にもいいところがあります。あなたたちが給食のいいところを教えてあげなさい。はい、給食は当番の人で協力しておかずをついだり配ったりして、みんなで同じものを一緒に食べるのが楽しいです。私は変則で好き嫌いが多かったけど、給食をみんなで食べてたら自然と嫌いなものも食べられるようになりました。はいはい、他にも給食のいいところあるよ。うちはママが仕事してて超忙しいから、給食はママもすごく助かる。だけど万が一食中毒が起きた場合、給食だと一気に広がる恐れがあるよな。確かにお弁当はそれがないから、やっぱりお弁当の方がいいのかだぜ。いや、でもお弁当だと持ってくるのに重たいから、やっぱり給食の方がいい。そうよそうよ、それに給食はちゃんとバランスも考えられてて栄養満点よ。いろんなパンも食べられるし、何より目
だよな。何よ何よ、なんかみんな一致団結しちゃって。でも俺は絶対給食なんて食べないぞ。そうだよねお兄ちゃん。わかりました、そこまで言うなら食べなくてよろしい。食べなくていいとか、この先生最低。今のママにチクってやろうぜ。そしてママにこの先生のこと怒ってもらおうよ。いいねいいね、私たちのママ超怖いもんね。ちょっと まずいことになってきたんじゃない。この人らのお母さんだなんて超ヤバそうな気がするし、怒ったビクトリア先生もしかしてクビにされてしまうんじゃ。そうかもね、でも先生がいけないのよ。俺たちを怒ったら大変なことになるっていうのを分からせてやらないとな。今さら俺たちに謝っても遅いよ先生。クビになって後悔しちゃえばいいんじゃない。大変なことになってしまった。ママ待ってたよ。この先生が俺たちに無理やり給食食べさせようとしたり、嫌だって言ったらじゃあ食べなくていいって言ったんだぜ。やばいよやばいよ、うちの子に何言ってんのって、ビクトリア先生バキーンって叩かれるんじゃ。へえ、先生がうちの子にそんなことを。はい、確かに言いました。学校というのは決められたことをすること、この子たちだけお弁当をなんて許せれないですからね。それで食べなくてもいいって言ったんですね。そうよママ、本当にこの先生ひどくない。なんとか言ってやってよママ。ええ、いい加減にしてほしいものだわ。でしょでしょ。あなたたちがね。ええ、何をわがままなこと言ってるの。前の学校でも手に負えないから厳しいと言われてるこの学校に来たのに、いい加減にしなさいあなたたち。うちの子が迷惑をかけて本当にすみませんでした。あ、いいよ。これからたくさんご迷惑をおかけすると思いますが、先生の思うようにビシバシと指導してもらっていいので、どうかこれからもよろしくお願いします。そしてあなたたち、帰ってからよくお話をしましょう。ママ、でも俺たち悪くないんだよ。まだそんなことを言うの。よかった、ママまでヤバい人かと思ったけど、ヤバかったのはあの子供たちだけだったみたいだね。そうね、だけどとんでもない生徒が来たわね。あの性格、これからビシバシと指導していかなきゃね。